サガラゴーチチャンネル。はいどうも、日比コロ編集、サガラゴーチです。僕って火曜日が一番嫌いじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、私は5年前東北大学に入学した際にツイッターで架空の人物を演じるネカマアカウントを運用しておりまして、実在する人物だと思って必要にメッセージを送ってきた人がいたので、今回その話をしようと思います。アカウント名はサオリという名前で運用しておりまして、東北大学教育学部の新入生として活動しました。運用してからは何気ない女子大生投稿を繰り返し、一度も直接会ったことがない男子新入生から積極的なリプライが飛んできて、それに対応をしていたんですが、時が経つとなんと同じ教育学部のゴリラ系ナンパ男子からたびたびリプライや DM が来るようになるんですね。教育学部の新入生の LINE グループがあるんだけど入らない？これはまずいと思い、とりあえずスルーしました。その後もゴリラ系ナンパ男子からタオリのツイートに何度か反応があり、それとなくやり過ごしていたんですが、ついにそのゴリラにネカマがバレてしまう日が来ます。教育学部にはなんとサオリという人物が奇跡的に一人いたようでありまして、教育学部の名簿を舐め回すように確認したゴリラが本物のサオリさんに確認作業を行ったところ、本人がアカウントを否定したためネカマがバレました。その時に来た DM が、お前誰だよ、いや僕も知らねえよ。そんなこんなで私もとあるサークルの新入生歓迎会に参加したところ、なんとツイッターのアイコンの顔と完全に一致したゴリラがその場におりまして、どうしてもいじりたくなってしまった私はゴリラに打ち明け、その後一気投合し4年間飼いならしました。